はい、連日の配信、ご視聴ありがとうございます。橋山名店のコラボ配信、任天堂スイッチポケットモンスターシード&ソードソード&シュード、コラボ、今日も来てくれてますタイディエンジンの高橋さんです。こんにちは。暇なんですか？暇なんですねえ、昨日さ、またやりましょうっつって次の日食うって思わないでしょ。本当に暇なんですよ。暇なんですね。だから皆さん対戦してあげてください。本当暇なんです。あ、いや、昼なんですみたいに言わないで。本当暇で暇でね、はい、暇でね。ひるちゃんは仕事みたいなの行っちゃいましたからね、はい、え、どっか行っちゃった。昼も忙しいのか。昼も忙しいですよ、はい。夜なのにね、今ほんとつまんないや、ずっくない。はい、ポケモン配信でございます。はい、そうか、あんま一緒に映っちゃいけないから、こう一人に映っちゃう。ちょっと離れてね、ね、ちゃんとディスタンス取ってるってことで。はい、ルージュ扱い恋みたいな、あ、たかしーっていうファンが来てます。あ、嬉しいね。キュインさんがね、はい、こんばんは。はい、あ、デンジンさん、そうですね、用意、まだ用意、全然ゆっくりで、またやるんで、どうせ。はい、今日も対戦者募集してます。はい、ハゲダッチョ、ハゲダッチョ、メタダッチョ、そうですよ。メタダッチョ。メタダッチョでございますよ。ブラックサバス、はい、マスク、今日のマスクはブラックサバスです、私。はい、ブラックサバスマスクです。はい。さあ、ありがとうございます。キラーさん、ナイスパーでございます。はい、試合の。パーティーに必ずルージュアを入れないといけない、ルージュアカップとかどうですか。いや、逆に、ルージュア、俺、育てたことね、育ててないでしょ。初代だったら、うん、初代強かったでしょ。だって初代、いや、氷タイプが強すぎたからね。でしょ、弱点ほぼなし、炎にちょっと弱いぐらいで、うん。さあ、ナイスプライス、あ、100人超えだ。あ、この日のためにポケモンを引っ張り出してきました。うお、卵タンクさん、あ、よかったら対戦しましょう。こんばんは、ということで。さあさあさあ、まあ最初はいいんじゃない、普通に対戦しちゃっていいんじゃないですか。どんな雰囲気かとか。ルージャー持ってるんですか、高橋さん。持ってない。持ってないかもしれない。持ってないのかい。その、入ってないのか、ボックスに。うん。はい、というわけで、ちょっとゲーム画面見せていきます。ちょっと音がうるさかったらすいませんね。はい。ゲーム画面。はい。さあ、まあ、ちょっと音ちっちゃめでゲーム画面やってます。はい。さあさあさあ。さあさあさあ。しーしーしー。やってます。はい。今、たかしボックスを見てます。たかしボックスですね。なんか。みんなあんま使ってないやつ。確かに昨日はね、結構王道パーティーだったでしょ。サンダー、割とね、サンダーどういうのがいいんだろうな。パソコン買いました、高橋さんっていう。ちょっと今ネットで見てるんで、うん、どれがいいとかあるんですか。確かに逆に視聴者の方の方が詳しいパターンあるでしょ。俺より全然詳しいね。視聴者の人なんかゲーム、まあスイッチのこの配信やりたいとか、あとエッチな動画見たいっていうんで。そうですね、まあまあまあ、まあ、そのパソコンを、何パソコンがいいか。俺のちなみにパソコンはこちらです。カメラ、ガレリアのいいやつ買っちゃいました。はい、ガレリアの ライゼン7でね。ライゼン、俺の使ってるパソコンはこちらです。はい、あ、トゥン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 トゥ、こんばんは、ルージュだけに直してます。こんばんは、今日もリアタイ、はい、ありがとうございます。はい、サンダーの厳正が終わらないから参加できない。あ、全然サンダーね、うん、強いから。いや、メイディンチャンネル一番の知名度はあれよ、ハイジよ、ハイジ、ハイジの方が、ね、ハイジ、ハイジ、いえいえ、ハイジ。そうか、初代の炎は氷半減ないの、氷耐性ないのか。なね、昔は吹雪、そうか、あったね、そういうの。さあ、あールージュだって進化ないんですか。夢中だけじゃん、夢中ルージャーじゃないだけ、その上はない、ない。うわぁ、秋葉原のメイド喫茶行ってますか。さっき行ってきましたよ。なるほどね。え、アット以外行かないんですか。今日アットしか。メイドリーミンは、リーミンは行かないな。そうか、どうしようかな。ゲーミング PC でも、ゲーミング PC の高橋さんのデスクトップ嫌なんでしょ、ごちゃごちゃしてる。だから持ち歩きたいじゃん、やっぱ持ち歩きかっこいいじゃん。え、それスタバでやる気？スタバでもできんの？スタバでできるけど、ダサいよ、ほんと。もえ、スタバでゲーム配信ダサいの？ダサい。ルージャーならサンダーも余裕とか、そうなん。まあガレリアかな、ガレリアのノートパソコンがあるんで、まあそれ捨てて進めようかな。はい、言うよね、言うよね、言うよね。さあ、じゃあ一回、なんか今んとこまだ視聴者来ないんで、
ちょっと適当に適当に対戦しましょう。今日も左上にあるように対戦者常に募集なんで、コメント欄に対戦したいですって言ってくれればもう やりますよ。ほんとガバガバでやりますよ。ガバガバちゃんえ、そうなん、サンダー、昔って電気系はサンダース一択だったの。そうなの、そんなだった、あいつそんな、まあ、素晴らしい速いぐらいか。まあ単純に速くて得、なんか特攻ね、特攻高いみたいなさ、うん、もうそれで十分みたいな、うん、だからルージュラも素早さ高くて高いか、うん、氷使えたからもうで、苦手な相手で悪魔のキスでね、もう強引に先手で無理やり、なんか MacBook、 いや MacBook、 Mac は意外とゲーム配信向いてないんですよ、意外と。そうなんですよ、出る、あ出るね、ゲーミングノートパソコン持ってるけどファンの音うるさいって。ファンってあるの、換気扇のふわーみたいな。まあ、デスクトップじゃないだから、かうちに住むか。ほんと住んでいいの？家賃1万してる。いや、リビングね、リビング。この家汚いから嫌なんだよな。いや、ダイレクトで綺麗だよ、綺麗よ。マジ、つくろくんの家より綺麗。綺麗だ。いや、綺麗だ。いや、スタバ行かないよ。さあ、今日も対戦、バトルフリー対戦&視聴者対戦やっていきたいと思います。ダイヤ対戦誰これ、ちょっと英語でセバスチャンじゃない。あ、バチンウニ。何バチンウニ。バチンウニ電気タイプ特製エレキメーカーです。相手は相手、これエレキメーカーって何。あの場にあの電気のあのフィールドを貼ることができるんです。向こうの名前ドラコビッシュ、ドラコビッシュ、多分外国人だな。これ外国の方ですね。そうですね。マルマインも使われてたけど昔は、はあ、マルマイン早かった。そう、いやさあ、ガチ勢のパワー見せてくださいよ。俺は実況するんで。これもういっちゃいましょう。置き土産って何。置き土産は自分死ぬんですけど、うん、耐えるよな。ああ、よかった。おで自分死ぬけど、死ぬけど相手の攻撃と特攻を、うん、ガクッと下げます。下げるんですか、本当ですか。下げます、はい、これ2段階下がるってめちゃくちゃ響くんですか。あんま分かんないんですよ。だいぶそう、初代ってはっきり言ってその尻尾を振るとか全然使ったことないから、うん、ないから。まあ今でも尻尾を振るはそんなに使わない。まあ2段階見てください、色違いのルチャブルです。あ、血の言ってるやつ、ルチャブル、ルチャリブレのエレキシードで防御を上げます。はいはいはい、ルチャリブレのルチャブレ。ちょっとすみません、剣の前、これは詰めるでしょう。あ、それやってもう 3盾するつもりですね。そう、なるほど。こっちでも入れ替えするんじゃない、大丈夫。ただちょっと本当は巻き菱を巻きたかったんですよ。あ、さっきのやつはね。これでもエラ神は先制攻撃すると倍になるんですけど、剣の前軍んで急所にだけ当たらないでください。エラ神大丈夫、大丈夫、全然食らない。あー、特攻めちゃくちゃ高い高い。枝紙これもう一発積むよ。俺積む、その何、相手の特殊能力打ち消す技とかないんですか。大丈夫なんですか。剣の輪消されるとかない、大丈夫。まあ黒い霧とか、あ、黒い霧か、そうか。二段階は2分の急所に渡らないで、はい、はいはいはい。さあ最近のポケモン、俺はね、今これで勉強します。ルチャブル、ルチャブレが強い。耐える。さあ、あ、もうこれです。これね、あ、これ勝ったんじゃない、これ。いや、ちょっと気合の助けとか向こう持ってるやつが多分いるんで、うん、なのでこういう戦い方もあると。1対1でもこいつメスなんか、メスな、こんなんでメスなの。女の子です。怖いよ、ちょっと。ダイナックルで攻撃をさらに上げます。はい、で一撃でしょ、こんなの。はいはい、一撃強っ。で攻撃はグーが上がれると、もう無敵でしょ、5段階上がってるでしょ。はい、でもう一回ダイナック使ったら6段階か、すごいな。意外と硬い、あ、ルチャブル硬いんだ。ルチャブルの素早さはまだ早い方でしょ、これ。ああ、はい、こいつは何、読めない、シンデレイス、相手のエースバーンです。あ、使ってきた。だでも逆に素早さは軽技で2倍になってるから、
絶対勝ってるはずなんだよ。あ、じゃあ初見さんこんばんは。はい、沖土産のおかげ。確かに沖土産なかったらヤバかったですよ。あ、でかっ。何これ。エースバーン。かわいい。なんか出てきそう、ディズニーとかに出てきそう。エースバーン、これダイジェットで一撃だろ。さあダイジェット、助けエースバーンの可能性あるからな。おーよし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 。死ななかったちょっとヤバかったことでしょ。急所、はいはいはい、あ、急所に当たってんじゃん。急所どこ。急所どこ。真ん中のあそこね。はい。あ、御三家なの、エースバーンって。そう、めちゃくちゃ強い。おーす、未来のチャンピオン。あ、来た。しゃあ、初代からいるあの人ね。あのジムの前にいる人ね。オース未来の、ね、未来のチャンピオン。さあ、え、誰これ。これクソ弱いでしょ。風船で浮いてる。おっしゃ、風船ってことは、はいはいはい、ありがとうございます。タツキじゃないんで。エクスキャードリューズ、ドリューズ、はい、勝ちました。あ、高三、高三だ。余裕じゃん、昨日とは。だって違って、いやいや、こポケモンと作戦がハマったらもう勝てる。うん、これはそういうパーティーを組んだから。ありがとうした、あれした。これなんかもらえないですか、向こうから。3万円。いや結構ガチだな、ガチだな。相手は素早さも関係あると。はい、あ、ゴリランダーも御三家なの。そうだよ。そうなんだ。え、佐野史郎に似てる人、さっきの。いや、高橋さんのことか。嬉しい。佐野史郎さん、まあ、まあまあね、あんま最近そうだね。あ、レベル上がってる、ハイパーボール級になってる。もう一回ぐらいしてもう一回対戦。あ、すぐ見つかった。はい、まあ、あの視聴者の人もよかったら来てください。このバチウニやるに、バチウニルチャブルでトグロ、トグロ、トグロやるに、やるに。高橋さん、今日は泊まり、泊まってもいいよ。いや、本当に嫌だな。まあまあ、うわぁ、キャメックス。次ちょっと勝ったら大見に言わせてくださいよ。ちょっとパーティー組みたいわ。あ、自分行けますけど、電人さん。あ、まあ電人さん誰もいなかったら来てください、また昨日やったので他の人は。はい、おじさんの金の玉だからね。初代ね。おじさんの金の玉。あのゴールデンブリッジのやつね。うわ、どうしよう。キャメックス。キャメックスなんて使えんの？もう御三家遅れてるでしょ。その歴史から。いや。キャメックス。ハイドロポンプとかでしょ。あ、こう。なんで全員女の子なの？マジで。男の子いなくない？男、ね、まずあんま見ないかな。とかもうポケモンやってる人がそういう人しか残ってないんじゃない女を使うキャラ。しかも顔の系統結構似てんだよな、みんな。なんだろう、ギャルみたいにいないの、黒ギャルみたいな。黒ギャルもできるんじゃないの、色変えるんじゃない。黒ギャルにしてほしいよね。え、これだって2体なんてしないもんな、フリーザー。あ、初代に金の玉王子いなかったっけ。金と銀のちょっと鼻出しての裏ってこれも置き土産一発いきましょうか。あ、ちょっとさっき、あ、フリーザーじゃん。トゥーテーパリッ。フリーザー。あ、誰これ、誰、これは誰、これは、これ観客、観客さ、アップされてもさ。あれ、自爆行為出してくる。あー、置き土産じゃない方が良かったかな。こいつ下げても意味ないんじゃない。大丈夫、巻き菱を巻きたかった。ちくしょう、これ頑丈だもんな。あのね、まあ、ま、巻き菱、そうか、出たり入ったりするときダメージですね。新しいポケモンさんね、どうしますよ。ちょっとやばいですね。でもちょっと弱点なんですけど。大丈夫、弱点だって電気やばくないですか、カメックス。でも信じよう、信じます。かなりやぶ、なんだっけ、素早さが上がるんだっけ。素早さ、防御と特防が下がって、うん、素早さと攻撃がグーンと、特攻がグーンと上がって、白いハーブ持ってるとステータスが全部戻るんで。あ、バッドステータスが戻るって、はい。10万持ってやばくないですか。やべ、こんな入るんかい。2段階下げてそうか、さっき置き土産で下げといてのこれはやばいな。
はい、エアコン掃しますよ、暮らしますよ、やばいやばいやばい、暮らしますよ。あ、そうか、初代やってるポケモンって人って大体30、40だからな。誰これ、ガシャドクドクな、急にあれが来た。巨大砲撃。そう、さあ、これ聞くの、これは一発で、一発で、あー、残ってる、残ってる、頑丈なんだよ。あ、絶対一回は耐えるのか、あのね。で、で死んでしょ。耐えれんだな、二段階下げって、これメガネってこと、え、こんな入んの。ちょっとやばくないですか、これ100%負けでしょ、こんな。でも、あの、巨大砲撃の水、え、水で縄ね、これ死ぬ、はい。ただ2対1で、しかも向こうダイマックス残してるんですよ、はい、そこですよ、非常にやばいです。これ勝ったらすごくないですか。これはちょっと非常に、これはやばいな。でも防御上がってもフリーザー出されたらちょっと、フリーザー相性悪いでしょ、だって気候だから、めちゃぶる、大丈夫。さあ取りたい、取り、プレッシャー、しかもこれはもうアイアンヘッドで昼見を狙いに行きます。はい、昼見、あ、そうです、レイニータートルでね、ロックマン X6 のね、はい、さあ昼見を狙い、巨大マックスされたら昼見が意味ないんで、え、聞かないの昼見が、うん、してくるだろこれ。あー、あ、もう負けた、負けました、コウさん、コウさん、すいません、負けました。まあ、読んでるのか、そんぐらい、じゃあ無理ですね。うわ、でかっ、ブレバ打っても勝ってないしな。鳴き声もダイマックスなのね。負けました。はい。全然入んないです。いや、クソやん。効果抜群なのにね。あーあーあーいや、もう、オーバーキル。これちょっと、初手、巻き道巻いてたら勝ってたな。ほんと？うん。だってあいつが強かったじゃん。磁場ゴイルがめちゃくちゃ強かったじゃん。ちょっと磁場コイルがちょっと強すぎたな、キレイ、フィールド込みの10万ボルトは耐えないよね。フリーザ様が来るの、ちょっと追い合わせてください。ちょっと、え、たかしさんが作ったパーティーでもいいっすよ。なんかその中から選ぶでも、え、3体選ぶんですね。とりあえず6匹あの、うん、どれが、俺悪が好きなんだよ、悪、悪、鋼、はい、メタル、やっぱメタル、そう、ヘビーメタルって言ったら悪魔と金属なんで、悪鋼悪鋼でやってもいい。あ、まさに悪鋼、切り刻ん、あ、切り刻ん、いいじゃん、切り刻ん、こいつ、な、タスキも出してもいいか、なんかアイテムとかちょっとわかんないでお願いします。俺は先生の爪しか知らないんだよね、アイテム。あと、食べ残しか、金銀であったね、それしかわかんない。ピンキーちゃん、どんまいです。気合のタスキ、こう、うらき、ベージータだ。あと誰、あとなんかいます。悪格闘ズルズキンってのいるけど、これでもちょっと、いや、なんか、あんま、ダブル、ダブル、あんま弱いのはちょっとやだな。闇ラミア強い、闇ラミア、いたずら心っていう先生、あ、じゃあ闇ラミ、闇ラミ、え、ここ闇ラミ2体いんだよな、イカサマナイトと鬼火自己再生の闇ラミか、うん、闇ラミ、あ、このグレイシア可愛いから使って、あ、でもタスキ被ってるから、あ、じゃあ違うやつです、うん、あとはルージュはいないんですよ。ベルガー、ヘルガー、ヘルガーか、ヘルガーもいないんだよな、なんか、まあ、ゲンガーって強いですか。ゲンガーも催眠術か、あの夢食い、あまだ使えるのかな。え、悪シュバルゴってのがいいけど、虫、これ素早さすっげえ遅いけど、あ、強そう、なんかメガホンも覚えてる。メガホンってめちゃくちゃ強い、一撃のやつです。いや、ハッサムは、あ、ハッサムでいい、ハッサム、ハッサムなんて使いやすい、こだわり鉢巻きだけど、聖剣付けないですよ、ドバターン、いや、ハッサンね、あ、ミストバーン、ミストバーンいない、いや、スイッチちょっと、あ、立ちふさぐま、なんなんすか、わかんない、あ、とりあえず任せます、はい、ちょっとでも、あ、サザンドラとか、サザンドラでもちょっと強すぎんでしょ、いや、今ちょっと影を潜めつつある、ガラルファイヤー、あ、ガラルファイヤーね、色違いルージュは、まあ、どっかにいるでしょ。俺のピカチュウとか逆にないんですか。ピカチュウ、ライチュウいるよ、ライチュウで弱いでしょ、波の弱いてんだ、
ね、あ、俺色違いサザンドラ持ってた気がするな。なんかさっき昨日言ってたけど。どこだ？シュバルコ。サザンドラ。たかし軍団に。それじゃない？いや、色違いだね。色違う、ちょっと待って。ポケモンとか800匹もいるとね、あれだな。あ、こんにちは。はい、ポケモン、バトル配信やってます。次、俺が戦います。あ、これ色違う。お、じゃそれで。じゃこれでいきましょう。え、3体ですよ。でもその6匹選出だからさ。なるほどね。もう1匹、第1位でもいいですよ、第1位。え、あ、悪はかりじゃなくていいの？敵がちょっと。これでも、だいぶ偏ってるけど、え、ばれちゃう？あーでもまあそんなことないか。あーでもライチ気合いに助け持ってるから切り刻んで被ってるわ。あーじゃあゲンガーです、ゲンガーでちょうど。こだわり8番火炎玉こだわり。あーでもこっちも気合いに助けなんだよ。誰か被ってるやつじゃ。え、誰がいい？マッギョは？マッギョ。マッギョ。あーでも鋼でしょ？いいんじゃない？鋼。あー、え、トゲでもある。トゲでもあるよ、鋼。鋼、電気鋼。あ、電気はじゃなんかピカチュウっぽい。トゲでもある。トゲでもある。あ、こっち、こっちのカムラの実。ケッキングとかいたな。はい。はい、これでじゃあ、かぶってない。はいはい。じゃあこれで。え、みんなの、え、気合の助けって一回耐えるんだっけ？耐える。HP 満タンの時にね。でもちょっとでも削られ、砂嵐とかでちょっとでも削れたら意味ないから。なるほど。え、これ、誰、も、もぐ、誰か対戦するってこと？いや、誰もいない、今んとこいないんで。あの、さっき、昨日強かった電人さんしかいなかったんで。勝てない、絶対勝てない。あ、じゃあ、ちょっと。はい、これで。で。で、でも、とか、ランクバトルできないのかな、ちょっと待って。なんか、このパーティーでできるのかな。ランクバトルって何？その、何？戦ってランキング上がってくやつ。うん。へぇ。初期のやつか。本当、現在？何触ってた？あ、いけるわ。いけた、いけた。ランキング、勝ったらランキング上がるってね。うん。でも、6体使うんじゃない？これ大丈夫？あれ、6匹店の3、はい、3匹選出するから。ランク10だって。あ、TK さん。あ、小室哲也さん。小室哲也、嘘！やばいやばい。小室哲也、やばい。ちょっと待ってください。どうしようどうしよう。まあ、こんなで言ったら、キリキザンね。キリキザンそうでしょ？キリキザン。うん、え、初っ端、1番目の方がいいかな。あ、でも全然、でも。まあ、さっき言ったキリキザン、ヤミヤミハッサムかな。そしたら。まあサザンドラも入れてみたいけど、サザンドラもまあ強いと思うけどね。闇波がなんか自己再生とかあるでしょ。お、え、ああ先制で打てるから。うん、じゃあ闇波、うん、ハッサムかサザンドラな。どっちがいいですかね。立ちふさぐまもいるけどな。あれジグザグマの上のあのガラルジグザグマから進化する、うん、ガラル地方その地方によってあのタイプが違ったりするから、まっすぐまの進化系みたいな。ちょっとまだ時間が40分ぐらい。これね、この立ちふさぐやまの、特性が根性、これ色違いだから根性、うん、根性って火炎玉持ってると自分がやけど状態になるんだけど、根性だと、うん、1.5 倍になる。ああなるほどね。じゃあ状態以上の時、はいはい、あーでインファイで空元気がタイプ1で打てるから、はいはい、とんでもない火力の。あ、そうです、こんばんは、あ、久保田利宗の可能性もある TK さん。じゃあ立ちふさぐまでちょっと行ってみよう。ああ俺好きなんでそういうの。はい、うん、では完了。行くぜ。さあ、チープな推理に身を任すな曲だった。小室哲也。小室哲也の曲ってなんだっけ？恵子さんとかやつ。あ、男。小室哲也だ。小室哲也。本物だ。本物だ。小室哲也。メカにかけてる。世界の TK。TKO。こいつなんか服装黒くて童貞なんですか？あ、ルカリオ。ルカリオじゃん。色違いルカリオ。あ、レアじゃん。勝ったらこれスイッチもらいますね。勝ったらね。戦う。ちょっと待って、全部言いました。ねえ、悪ダメじゃん。待って、絶対こいつダメじゃん。これダメじゃん。絶対に格闘技飛んでくるから。あ、向こう。うん、じゃあ何をしたの？不意打ち？え、ちょっと待って。ダイマックス。え、ポケモンあった誰だっけ？入れ替えよ。あ、闇闇入れ替えた方がいいと思う。が格闘を向こうがする。そう。絶対撃ってくる、うん、じゃあこれちょルカリオで積んでるぞ、これこのパーティー。だって立ちふさぐまも切り刻みも格闘4倍だからね。えいやでも闇闇がいるから。
加藤だ。はい、向こうね。あ、向こう、はい。加藤技だから。よかったよかった。で、ちょっと、でもこれ特殊。鬼火、鬼火来てるでしょ、鬼火。でもこれ特殊ルカリオっぽいんだよな、波動弾打ってきたってことは。ナイトヘッドってレベルだっけ？50ダメージ与えられるから、ね、ナイトヘッドでもいいと思う。ただ一目で150ぐらいか3回ぐらいで鬼火は意味ない、弱い。いや多分波動弾打ってきたってことは特殊タイプだから、うん、鬼火って物理タイプ攻撃力下げるからナイトヘッドの方がいいんじゃないかな。まあそうか、全部今一つだから、うん、よし行くぞ、ナイトヘッド。あ、でもいいよ、ナイトヘッド決まるよ、うん、だいだいだい。カプテテフ、カプテテフ。あ、かわいい、かわいい。え、光ったよ。何これ、サイコメーカー。これ、エスパータイプの技が 1.3 倍になるフィールド、さっきのエレキフィールドの電気のフィールドの、はいはい、エスパーので、これ50でしょ、強いでしょ、50初代からね。ちょっとこれはね、でもダイマックスのナイトヘッドとか意味ないか。鬼鬼火、これでもえ、こいつこいつに格闘は効かないの？格闘ってか入れ替えで、入れ替えで誰か変えて。これナイトヘッドもう一発撃っていいか、うん、まあ、要するに向こうが何してくるかね、分かんないから。ムーンフォース、ムーンフォース効果抜群だからね。え、死んじゃう？ねえねえ、相性最悪じゃんこれ。いやでもまだ積んでるから。ただ立ちふさぐまで。これ一回立ちふさぐまで。あいつ 1.5 倍でしょ？火傷で 1.5。一回守った方がいいと思う。あのね。まあもう一回防ぐね。色違いですよ、色違い。一回守って。守る、ね。守る。最初は 100% で決まりですね。はい。で、あの火炎玉発動するでしょ？あ、でもこれ無効化するでしょ。で、空元気振った方がいい気がするけどな。はい、で、これ状態じゃなくて 1.5 倍。え、空元気。ハガキでも落ちるんじゃん。確かに。ああ、ハガキ。で、素早さはどっちもないの。いや、それがちょっと分かんないんだよ。ダイマックス使っていいじゃん。向こうの方が。ダイマックス使っていい。いや、これダイマックス、ダイマックス。の畑落とすみたいな。でもいいかもな。よし！だって、ダイヤークは。よし！無理落とせる。で、向こうのムーンフォースでも死なないでしょ、さすがに。スーパーサイヤ人だ。メガネの可能性も。メガネって何 ?1.5 倍？うん。ただ同じ技しか打ってないけど。確かにムーンフォース2回打ってきてるからね。危ないよ。それ1人350ですよ。ムーンフォースは絶対耐えるのよ。まあ、350だね。それ耐えるでしょ。メガネじゃん、これ。さあダイヤ、はいはいはい、それで倒れでしょ。ただちょっとルカリを倒さないと、うん、ちょっともう負けだよ。いや大丈夫です、ルカリを向こう掴むに諦めるんで。次ルカリオかな。うわー、これダイマ切られて、うん、あ、これ多分、あ、うん、負けたら多分おそらく真空波持ってるから先制技されるから絶対負けたと思うよ。え、そのダイナックル打つしかないと思う。ダイナックルは先生？いや。ダイボールは？いや、意味ないと思う。俺多分もう真空波で積んだと思うよ。え、その電光石火みたいなやつ？このパーティー。いや、してくんの。さすがにその真空波持ってるわけないでしょ。なんか何言ってんすか。ルカリエが真空波持ってるなんて。お、ほうほう。通った。ねえ。これ倒せんじゃない？おー、あ、助け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 。え、サスケ？サスケ？サスケが。カウンターとかやられるのかな、どうなんだろう。さあ波動弾で死にます。で、でただこっちも1匹向こう2匹でも助けから、クソで、もう不意打ちを打つしか選択肢はないんです。不意打ちだったら先制攻撃よね、うん、相手が攻撃技使ってきたらね。じゃなかったら不意打ち発動しないんだっけ、うん、相手が攻撃技だったら、いや攻撃技しか持ってない、引っ込める可能性ある。相手のパーティーがあと1匹が誰か、もう不意打ち打つしかないから。そうかそうかそうか、効かないもんね、不意打ちね。え、でもこい、この、あ、決まった、決まったよ。あ、決まった、はい、で倒す、もう勝ったんじゃん、これいけるじゃん。次が、でもまだタスキ残ってるしな。次があの子だちゃん、ロトム、あ、ワンチャンあんじゃない。いやでもえ、なんかないか。
あのダイマックスあるからない。ちょっと待って。全部今一つ。いや、あ、アイアン。アイアンヘッド。これ体重だっけ。いや、辻切り。辻切りは急所に当たる。これ大丈夫。急所当たるの祈って。こっちの方が遅いとどうだろう。辻切り。ひるませるの関係ない。ダイマックス使っちゃうから。ああ、じゃあ辻切りね。辻切りで急所に当たることを祈って。あった辻切り。まあ、一発は耐えるじゃん。で、まあ、気合い助け。辻切りがどの程度入るかだよ。いけいけ、急所。はぁ。で、不意打ち圏内に入ったら、ダイマックス切ったとしても、あ、全然でした。もうちょっと行けばね、不意打ちしかないでしょ。だって、次、敵の方が早いから。でも、その、オーバーヒートが外れる。いや、でも絶対勝てないと思う、ね。いや、オーバーヒート外れたら辻切りで勝てるってことでしょ。いやでも他のいやこのロトも絶対耐久ぶりだと思うもん。冬打ちじゃあ冬打ちで急車に決まるわ。でも勝てるでしょ。うん、はあ決まれ冬打ち。ああ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 あボルチアも負けです。え、確実に決まりです。あーでも惜しかった。勝てたよ。いやでも辻切りね、ちょっとダメ押しじゃない、技構成ちょっとダメ押しじゃない方、なんかもうダメ押し確かに使いづらいですね。死んじゃうから。技構成が悪いんだなこれは。ちょっと切り刻んのくそ、意外と惜しかったっていう。結構全然しましたよ私。確かに割といい試合だった。ルカリオに全部負けるはずが。ルカリオきつかったな。オーバーヒート外れるとか。そっか、オーバーヒートとかね。さあ視聴者の人、これでも、あ、誰か戦いませんか。よかったら私と踊りませんか。戦いませんか。難しいな、ま、剣の、ま、剣の舞。いやでもまあこれダブルバトルってな、うわ2機同時に、えやったことない、やったことない。全然 あるよ。でもダブルバトルだとマジ全然違うと思う。あ、難しいな、その相性みたいな。でもいけそうじゃない。もう一回ちょっとワンチャンあるよこれ。勝ったら認定させてもらえるかな、まあ、さっきのパーティーがこれか。うん、他は違うのでも。他はこれはそれさっきなんかこれよく使われてるでしょ。ゴリランダー、サンダー、これもゴリランダー、カイデュー、あ、これさっき使ったやつね。うん、いや、ちょっとごめんなさい、リベンジ。うん、リベンジマッチ。リベマ。やるに女の子、JK これ、JK。ちょっとこれ。テントン君、テントン君。さあ、あ、向こう。なんだこれ。向こうのパーティーチョンチーがいる。チョンチー、チョンチーじゃない、わかんねえ。向こうチョンチー、チョンチー一番下のチョンチーじゃない。チョンチーでしょ。一番下ナットレイね。チョンチーでしょ。いや、ナットレイね。あー、サザンドはこいつらに相性がいいのってよ。さて、サザンドラでもいいんじゃないか。相性がいいのサザンドラと、あと、え、何タイプですか向こうは。地面とか。え、どれが左のエンジェルっていう対戦相手のポケモン。岩彦、炎、虫、地面、鋼、地面、ドラゴン、水、地面、草、鋼。あ、じゃあ何がいいですか。サザンドラ、ハッサム。まあ、タチフサグマとか入れとけば。タチフサグマがいけると。トゲデマル、トゲデマル、地面と炎がきついって、まあ、こういうの言ってる。ガブとウルガモス。悪タイプは割と通りはいい、切り刻ん通りはいいっちゃ通りはいいんじゃない。言いましょう、さっきの切り刻んで。じゃあこれでアーケオス持ってない。アーケオスは分かんない。さあ今度はなぜ、これなんで俺の時男ばっかなんだよ。女の子来ねえんだけど、俺の対戦。さあ、いきます。ハッサン。いや、ハッサン。いや、ハッサンか。
った男だ、ガキが、エンジェル、バルカロナ。あー、虫、虫でしょ、これ勝ったんじゃない。いや、これは非常に相性悪いよ。え、そうなの。さあ、まず間違えた。さあ、戦う、あ、火炎放射じゃない。いや、え、火炎放射は一撃でじゃないですか、これ悪派で。どん、一撃で死ぬ、これだって。でも虫のさざめき切ってるパターンあるかな。さあ、流星群、悪派で、悪派、その昼見狙いの向こうかね、うん、あ、こっち、こっちか、まあ、悪派。え、火炎放射一撃じゃ倒せないってこと。虫派が、あの炎虫だから。あー、そっか、後悔なの。じゃあ、アクアで切りませる。素早さはこっちの方が早いかな。スカーフ巻いてるから。え、中尾巻きやん、開けやん、うん、ねじり、惜しいの。あ、やばい。え、ダイマックスじゃん。ねえ、やばいよ。初手からダイマックスとかあんの。これダイワームやられたら一撃で落ちるんじゃない。でもスカーフでしょ、素早さこっちの方が早いんじゃない。これ初手、ダイマルガモスは、え、大丈夫、どっちが先生。あ、決まったよ。ひるまない。巨大ダイマックスには、あ、だ、あ、あ、一撃落ちた。こっちもダイマックス使うべきだったってこと？急所立ってて。急所は関係ないんだ。次は、え、無理。これ多分負けたと思う。ちょっと待って、早くダイマックスまだ残ってんだよ。向こうが虫に相性いいな。じゃあ、立ちふさぐま出して、ダイマックス。ま、うん、初手まん、あのダイマックスして、うん、守るは意味ない。あ、ダイマックスしての大ウォールだったら意味あるから。あ、え、ちょっと待って、うん、ダイマックスの大ウォール、ダイマックスで大ウォールした方がいいと思う。 で防ぐでいった。ウルガモスって炎虫か。炎が等倍なのよ。炎虫だと、それ弱点じゃないの、虫なんだけど。ムカつくな。で、岩は4倍。なるほどね。そうか。強い、強そうだ。いや、そう、アメリカのお菓子みたいだ。大王して、敵の大ワームを防ぐと。はいはいはい、聞きません、聞きません。で、向こうはあと1ターンしか使えない。どっちが早いんだろう。素早さ。まあ、大…向こうの方が早そうじゃない。戦う、Y を押して120、上はダイアタック、一緒、相手の素早さ下げるか、一緒か。まあダイアタックした方がいいと思う、もしその先生だと相手の方が早かった場合、考えダイアタックの方がいい。ダイオーダーとか失敗してるんです、うん、はぁ、ダイアタック、ダイのダイボー、どっちが早いんだろうな、まあ、でもダイワームで死なないでしょ。あ、こっちの方が早い、立ちふさがまの方が一撃倒せます。あ、行くか。え、死なないよ、物理特化してるじゃない。え、なんでさすがに一発は耐えるだろう。うん、めちゃくちゃ食らうやん。めちゃ強いじゃんこいつ。え、確か特攻下がっちゃった。で、これね、多分変えてくるでしょ。ちょ、相手誰いたっけ、見えない。これは同じダメージなら俺はダイアグッタが変えてきた場合、あ、なので効果がある、うん、これが悪だって、と悪、うん、同じだったらダイアグの方が特防作業ですね。いや、ただちょっとやけどが地味にやっぱ響くな。あ、引っ込めるダイアタックされるから、これでダイアグで絶対等倍で入る。まあ、こっちも等倍入ったんだけど。これトカゲのやつだっけ、なんだっけ、これラグラージュ、ラグラージュ、はい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 、で、特防下がった、特防下がったも、まあ関係ないんだけど、食べ残しでしょ。で、で、こっちは戻るでしょ。で、戻って空元気、空元気で、空元気はどういうこと、根性空元気だと、あの、や、空元気は状態以上だと、あ、2倍になる、2倍になるか、空元気打とう、絶対こっちの方が早い、絶対こっちの方が早い、変えてこない、大丈夫、
あ、元気。あ、ワンクワンク。よしよしよし。で、あと2体。で、向こうも、虫はもうちょっと。ただ、こっちやけどで死んじゃうな。あと2回か。3回ぐらい。サスケ、サスケさんが来た。いや、2日連続はしつこくないって聞いた。え、これだ、ガブは、こいつ、頭変だ。頭がなんかし、ガブの方が早いんだよ。守る。意味ない。意味ない。まあでも、どっちにしろこれやられるから、はたき落としとこう、とりあえず。まあ、まあ、無理だけど。え、じゃあ守るで一回耐えた方がいい。はたき落とす。でも相手の方が早いから、絶対に。そう。地震、外れ、外れ、外れ。地震は 100% か。まあ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 。え、やばい。気まじ。これ負けたんだ。確かにサスケさんもよく見るな。2日連続よく見てくるな。こう辻切り急所を。いや。スパイスこっちの方が早いでしょ。これ負けたわ。スパイスでも早いでしょ。サメ肌だから向こう。え、ダメージ与えたらこっち食らっちゃうって言ってね。うん。辻切り。あ、間違えた。あれ違う。ここか。辻切りの急所。え、昼間生の狙った方がいいです。いや、相手は早いから。あ、そうなんだ。負けたね、これは。いや、わかんない。辻斬りして急車だって不意打ちでコース。それ。いや、でも、辻斬り、自信食らうと、絶対に HP1 残るけど、サメ肌で負ける。え、1残んの？残る、気合いに助け残るんだけど。あ、そっか、サメ肌？サメ肌で、こっち攻撃したら。いや、一発で倒す。一発で急車ダメだ。いや、どっちにしろ。全然じゃん。あれ？あれ、サメ肌じゃない！砂隠れだ！サメ肌じゃない！確かに、でももう無理ですよ。不意打ちで倒せないでしょ。不意打ちで倒すしかないよ、もう。え、その砂なんとかってやつは地震の効果上げるってこと？いや、いけ、急所、急所。ねえ、さっきと一緒なんだけど、ねえ、辻斬りやってダメで、不意打ちで。このパーティー弱いな。ダメだ。じゃあ、このパーティー弱いっすね。勝てないな。勝てへんな。男に勝てない。サメ肌じゃないと。あ、デンジンさんがもういけるっていうからやっちゃいましょうか。デンジンさんやりましょう。2日連続。はい。他の視聴者もよかったら来てください。デンジンさん、はい。まあ、じゃあ、行きましょう。デンジンさんへ。あれ、なんかランク上がった？じゃあ、下がったんだよ。下がったの。はい。じゃあ、番号また入力して、シングルの、3対3で。で、誰使おうかな。確かにバランスね、あのタイプと相性でめちゃくちゃ負けてますね、さっきの。ほんと、いや。結局そうなのよね。はっきり言っておか。これで地球は終わりだ。そう、急所、だから急所当たりやすいんじゃないの？切り裂くみたいにね。急所当たってくんないと困るんだよね。ほんと。急所当たる前提で動いてるから。ねえ、やっぱ。ああ。確かに、やっぱ悪と鋼ってやっぱ弱いんだな。そうなんだよ、うん、エスパーってあんまいなくないですか、ね、そういうエスパーもう弱いのかエスパー、まあ、弱いことはないけど、どうしようかな。さあ、じゃあ視聴者対戦いきますか。まずは昨日負けちゃったね、まさかルージャーを使ってきた電人さんでいきますか。今回も使ってきそうだな。わかんない。電人兄さん、電人兄さん、あ、バトルハロー、sorry we can speak only Japanese、now we playing theポケットモンスター、ポケモン。ポケットモンスターさ、下ネタに。そうそう、あ、ここがないから。ポケモン、ソード&シールド、バトル、with、オーディエンス。If you have that, this soft,、let's battle. 通信対戦。通信、いや、これで通信対戦。はい、で、だからまあ、こっちが入力してれば。橋山だから、はぁ。848だよね。いや、俺のなんか、なんかのパスワードがなってるから、まあ、あんまやめて。しっこし、しこしこ、いや、か考え、は、橋山しこしこ、橋山しこで、は、8480545、はい、うん、シングル、はい、橋山しこしこで、はい、じゃあこれで対戦しましょう。海外とタイトル違うんだけど、ソード&シューだ、ソード&シュー、
そっか、ポケットモンスターってのはチンコって意味なんだな。そう、ポケモンって言うんだよな。そうそうそう。え、これ何、手前になんか怖い。え、ネット繋いでるから。あ、出てる人が。はいはい。え、これ DM とかできるのか。なんか女の子と会いたいの。あ、あ、見つかった。早っ。リトルポケットモンスター。いや、言うなよ。俺ビッグポケットモンスターや。はい、橋山シクシク、はい、ヒロトーさんですね。昨日このアイコン何左してんの。ピンキー。私が決めます。昨日と同じ、バトルタワールールで。はい、ポケモン。そうやね。あ、ユリゲ、なんかネットニュースでね、あのユンゲラーのことについて、ユリゲラーが、そう、ごめんねみたいに言ってたね。なんか今まで認めてなかったみたいな、なんか訴訟みたいな人、スプーン曲げの人ね。懐かしいね。なんかな、任天堂の公式に来ないかな。宮本さんとか来ないかな。あ、ここから画面見ません。あ、すごい。やっぱ。あ、偉い。偉い。あ、ルージュラいる。ルージュラいるよ。これ使ってくるか分かんない。昨日使ってきたからね。ルージュラ。ルージュラ。あ、でもすげえ、初代で埋めてる全部。ルージュラ、ニドキング、だ、ウィンディ、ギャラドス、ラプラス、カイリュウ。どげんしようかな。あ、ヒヒダルマ、ヤドキング、ドサイドン、ラグラージ、ヒードラン、ストライク。あ、ストライクがいる。え、ストライクハッサムにしない方がいいとかあんの。あ、アイテムがないよね。アイテム、そういうことね。はい、え、ソードシールドって全ポケモン使えますかって聞いてるんですけど。あ、なんか、でもまだなんか、エンペルトとか来てないよね、確か。なんか使えないのいいんだ。使えないとか、まだ向こうから持ってくるやつがってことね。はいはいはい。さあ、エンペルトってまだ使えないよね、確か。ここザーボン。いやいや、やべ、いや、ザ、いや、俺に名前変えてきた。やばいやばいやばい。エレガントブラスターザーボン、私ですね。はい、ザーボン。さあ、ストライク VS ザーボン。え、これなんでラプラス。まあ一応氷属性でもないから、緑でもない。まあ青だからか。青だからね。やばい、これ一撃で死ぬ可能性あるぞ。え、大波乗り。いや、ラプラスだから戦慄撃たれて。いや、黒ギャルなんだ。黒ギャルじゃないだこれ。男だ、男だ。トンボ返りですかね。さあ、でかっ。なんか周り回ってるな。で、2段階上げるけど意味ない。やばい、一撃死んじゃう。さあ、何使ってくる。ザーボン、巨大戦慄だよ、ほら。え、これ何属性。氷技。やばいよ。耐えない。おい、耐えない。強い、ザーボン強いよ。あ、進化の奇跡持ってても耐えないんだ。やば、ちょっとやばいよ。さあ、やばいよ。あれ、進化の奇跡っていう進化前のポケモンだったら強くなるやつ持ってたけど負けたんだけど、もう。え、嘘。早い、まだわかんない、まだわかんない。え、おいおい、あいつ死んだわ。さあ、ヒヒダマ、ヒヒダマ何ぞって。え、進化の奇跡でも全然耐えないんだね。一発ぐらい耐えんのかなって思ったんだけど。さあ、効果抜群のやつがあるね。ただ、素早さは。でも、向こう遅いじゃん。ラプラスだって言うんだから。さあ、ヒゲマン、バカ力。え？で？こういう大丈夫？耐える？大丈夫。これは耐えるんですか？いや。ん？あ、耐えた。で、ここで、どうする？で、あ、雨が降り始めた。雨はでも向こうが強くなるの。これやばくないですか。で、まあ向こうは次の攻撃に戻る。で、まあ死ぬでしょ。うん。で、巨大戦慄されてるから、うん、これね、光の根の持ってんのかな。
さあ、いきなり3対1。ただ、こっちにはいる。最後のモンスター。キーだ。きついな。え、相性きついな。え、でも一撃で倒せるでしょ、これ。いや。肩だったんです。まあ、雨が降ってると。硬いな、向こう。これは、タイマーだよな。こっちの方が早いと思うんだよな。さあ、ダイマックス使って、ちょっと3立ては出さないよ、ちょっと。どうしよう。さあ、ダイマックス使っての、名前何？ヒードラン、おってない。いや、まあまあ、まあ、後で言うわ。後で。おで、大番で倒せ倒せ倒せれば倒せれば、あえ、いや、で雨状態だから。あ、なるね。全然効かないね。で、晴れにして、うん、歌方なの。あ、まあまあ、全然。でも変えてくんじゃない。あ、こんばんは。はい、今視聴者ザーボンと戦ってます。はい、どうしよう。入れ替えてこない。そうか、日差しになったら 1.5 倍ぐらいなのね。雨だったの。あ、先生、これ倒したんじゃない。これ倒せなかったらまずいですよ。え、いや、大丈夫。大丈夫。で、あ、何、こう上げて、あ、でこれ全然食らわないでしょ。まあまあ食らうな、まあまあ食らうな。硬いな、ラプラス。こんな硬いんか。さあ、大支柱。倒した。そして何か上がるんでしょ、これ。何か上がる。防御があった。さあ、防御特防上がってるよ。ああ。そして、やっと一匹倒した。で、こっちはダイマックスも溶けちゃう。向こう2匹目。あ、私はアルジェリア出身の人だ。アルジェリア。さっきの日本語わかんない。ハロー。ハローバトル。アルジェリア。サンキュー。カイユだ。タカシだって。タカシ。やべえ。お前タカシよ、タカシ。ちょっと確かに似てる。カイユに似てるって、なんか似ちゃん見たことあるわ、確かに。さあ、何？え？全然わかんない。あ、タコも下がったぞ。あ、タコ下がった。チャンス、チャンス、チャンス。デンジャー聞いた。デンジャー聞いちゃった、麻痺。さあ、麻痺ない、大丈夫。あ、の、乗りたん。ラスタカム、聞け。毒棒下がったでしょ。全然聞けないじゃん。全然毒棒下がった。あれってやばくない。え、オーロラベールがなくなり、で、これで倒せると。ただ向こう先生でしょ、早いでしょ。うん、電磁波されてるし。なあ、そっか、電磁波されてる。あ、ちょっとなめぶられたもん、これ。メイデン絶対言うじゃん、もう。うわ、なめぷじゃん。あれ、あ、効果抜群だ。じゃあ、素早さ向こうの方が早いでしょ。オッケーオッケー、バトル、オッケーオッケー。We not good at, we are not good at speak English too. Yeah. これでも、相手がなめプレイしてきたから、ルージャー使いたい。これって大丈夫でしょ？こいつ倒せばいいんでしょ？いやー、見た目倒せるのかな？やばい。麻痺ったらもう負けだ、俺は。え、麻痺ってそんなきついんか。カデンザさん、ありがとうございます。あ、あ、オッケー、てか倒せるよ。オッケー、オッケー、オッケー。で、あと一ターン。あー、急所。急所意味ない。何の急所も意味ない。はい、羽休め持ってるだろ、これ。そうか、相手回復された。まさかの
ナメプサイです。ステルスロックが決まって、めちゃくちゃ決まって、ラスターカノン決まれば、でも急車当たんないと勝てないですよ。あ、で、オーナーダベールなくなったのか。あー、羽休め。どのぐらい回復する？半分ぐらい。うわー、でも急車当たればワンチャン。全然もう負けだで、羽休めもう一回してくるでしょ。ねえ、ま、もう無理じゃん。羽休め電磁波、電磁波勝てん。え、こんな硬いの怪獣って。マルチスケールだから。ああ、さっき前言ったやつか。強っ。ありがとうございました。強っ。完全攻略されてんじゃん、もう。滅びの歌で。はい、ありがとうございました。滅びた。滅びたに、2日連続滅びた。ああ。強えな。え、相性も悪かったのか。まあ、最初ラプラスが、そうか。ラプラスで、風じゃないのよ。いい試合でした。さあ、他視聴者いませんか？いなかったら、また俺がフリーでちょっとやりますよ。はあ、いや、え、これ歩いてる敵と戦うんですか？草むら入れば。ちょっと、それ見て、戦いたいな。え、ちょっと待って。え、パーティー？パーティー？あ、なんでも。え、これ見えるの？ポケモンが、今って。ん？ポケモンが見えるんですか？うん、え、そうなの？あ、かわいい。こんな感じなんだ今。野生のポケモン見えるんだ。あ、プリンレベル60。大した。かわいそう。プリンプリン。あ、見えない。プリンプリン。え、シンボルエンカウントなんだ今。え、あべ、間違えた、変な音戦っちゃった。あ、なにこれ、ミドル。プリンかわいそう。なんかうまく戦える。ええ、どこ行っちゃったあ、撃ち落とすは当たるから。当たんの？あ、ほんとだ。かわいい。こんな、え、ミミロは使ってないんですか？ミミロップはちょっとメガ進化がなくなってね。なくなったの？ちょっと弱体化というか。へえ。エンカって買ったんだ。文字知らなかった。これ評判良くないの？そう。え、何が？え、ランこの、あ、ランダムエンカウントみたいな、そのハテナっていう。ああ、かわいい、かわいい。対戦しようかな。あ、レベル上がった、レベル上がるじゃん。あ、え、この上昇値とかもランダム？いや、その決まってんのか。決まってる。昔のポケモンなんかそういうレベルアップのやつとかもいちいちやってた気がする。さあ、じゃあ対戦か。玉砕のパーティーちょっと偏りが。変えよう。あ、でもそっか、パーティー編成しなきゃいけないのか、うん、で、まあいい、ちょっとさすがに偏りすぎてる。悪鋼はな、悪鋼は悪くないんだ。ボスゴドラはどうですかみたいに来てる。え、特性がヘビーメタルっていいの？ボスゴドラ。ああ、特性石頭だ、これ。石頭残念、すみません。あれ、ボスゴドラ持ってない。特性がヘビーメタルってもいいのか。ミミドッポはエッチだね、確かに。ミミドップは黒毛、確かに。あ、こんばんは、おもちさん、こんばんは。はい、ルージュが出たとき発狂しました。ルージュファンがいいんだよな、やっぱ。人気なんだ。人気なんですよ、やっぱ。トゥ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 。そうか、ボスゴドラあれだ、俺もう、うん、え、これにしちゃったの？あ、メガ進化の前提で作ってたから、なんか、うん、あ、石頭ね、やったってパーティーしてなあかんねん。さあ、他にいません。あ、アズマ王？アズマ王、トランセル。ラッキーだった。おじゅるくる、レアコイル。アクアリング。熱湯なんですかね。
どれがいい？やっぱ知ってるやつか、かっこいいやつ。あ、ルンパッパ。ルンパッパ。あ、ルンパッパ。ルンパッパ、強いですか？ルンパッパも、強いんじゃない？弱そうだなぁ。いないでしょ、ルンパッパ使ってる人なんて。いや。ルンパッパ使う？ルンパッパ。ルンパッパ中心のちょっとパーティー、組んでもらってるんですよ。ルンパッパーティー。ルンパッパ強いよ。アメパ、需要がある。アメパーティー。うん、あ、やっぱ伝人さんさっき初代パーティー縛りでしたと。ラプラス、ルージュラ、カイリュ、最強パーティーじゃん。ルンパッパでしょ。ルンパッパ、すいません、おもちさん残念。あの ルージュラがまた滅びの歌決めたんでね。はい、カイリュ強いのか。そのマルチスケール装備士のやつね、防御区とかなんか上がるやつね。さあちょっと今パーティーを組んでいく。あ、満タン、あ、満タインだ。タン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 でしょ。満タイン。タンタン満タイン満タイン。いや、タン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 ナポリタン。十期生にいたでしょ。市川さん。市川。ふうふうじゃない。違う。忘れてた。ガマゲロゲ。満タイン、あ、ニョロトの、ニョロゾ、ニョロボンの進化系ですね。メガ進化？ペリッパー！あ、へこいちゃった。ペリッパー？ペリップー。ペリップー。ヒューちゃん、ごめんなさい。ヒューちゃんいないです。山田さん、すみません。はい。耐久海流。あ、てか、雷パンチ持ってたのか、さっき。そうか、確かにね。それで。それ、水パ。水パ。いきます。あ、満タイのついてる、なに、鉄砲だっけ、くっついてるの。あ、よね、満タイにくっついてる魚、確か鉄砲でしょ。え、あの、背びれかなんかくっついてないでしょ、満タイに。マンちゃん、マンちゃん、いや、マンちゃんって。マンちゃん、アンチェン。あ、これでもう勝てる、勝てるパーティーにしよう。勝てパ、お水、お水パーティーね。いや、いやいや、水商売みたいに言わないでしょ。お水の、いや、お水の、これ使えるのかな。ニョロットの独特、これ募集されてるっけ。キングだ、滅びの歌、ユテクマイラフテクス。ちょっとこれ、え、何がダメなんだ。ダメ、ガマゲロゲと、あ、引っかかってんの。まさかの、何、そう、違反ポケモンみたいなこと。アイテムが一緒ってこと。あ、そうだそうだ、ん、え、そうだそう、そういうことか。え、どれ、あー、あー、エレクトリカルパデです。エレパデってあるし、17期エレパデ。何がいいんだろうな。ルンパ、ルンパッパはなんか俺ね、覚えてんのよ。初代とか金銀出てこないけど、知ってる。ルンパッパ。これいけるのかな、ちょっと待って。さっきなんで引っかかったの。引っかかっ、ケンタロスとかも使ってる人いないでしょ。ケンタロスんでもないでしょ。あ、ニョロトのやっぱ独特ダメなんだよ。クリタリス好き。何、クリタリスクリちゃん、いいの、なんかエッチじゃん。いいの、キンタマ、キンタマ、クリタリス、キャンタマ、ケンタロスか。ケン、ミルタンクは、あ、ミルタンク強い、強いんじゃない。転がる、いや、転がる入れてるやついないんじゃない。いないの。わかんないけど、アカネのミルタンクの転がるでみんなパーティー全滅するじゃないの。え、なんか引っかかってる技が。うん、チルタリス、あ、クリタリス、チルタリス、チルタ、チルタリス、クリちゃん、クリちゃん、あ、ワルフです。ワルフ、あ、あ、皆さん知ってると思うんですけど、あのドラゴンボールボスバンド DB で、5月に単独ライブやるんで来てくださいね。
行きたい。来て千葉ドラゴン、橋山、フリーザ山本、スタジオ門田で。スイッチのポケモンホームには全すべてのポケモン連れてくる。ナイス金玉。転がる。いけるのかな。え、なんか何が引っかかったんですか、技。お客さん見てる？5万人見てる。本当？280、290。そんな見てくれてんの？そうよ。この時間平日よ。すごいね。平日よ。いや高橋パワーだよ高橋パワー。高橋さんあと告知してくんないでしょ。告知してよ。リツイートしてよ。ニョロトロってあえ？ニョロトロダメよ。ちょっと待って俺よくわかんねえな。ニョロトロならダメよ。まあでもね5月のライブはね緊急事態のやつが広まればねなくなりそうなんでちょっとなんとも言えないですけど、はい。ニョロトロがダメなの。ニョロトロがダメっぽいね。え、技マシンって使い放題なの？そんな感じ関係ない。使い放題のもあるよ。見てるよ。ハイジが帰ってこないんだ。ハイジ。ハイジに会いたいのに。ハイジ。いやよ。タイさんあともうポキメモとかも会いますよね。ポキメモ。ポケメモ？ポケメモ？いや、ポケモンと恋するやつ。あー、ルージュラ。ルージュラ、女なの？え、ルージュラってオスもいるの？オスいるんじゃない？いない？あ、いけた。いけた？さあ、来ました。私が、これね、曲変えていいですか？うん。ローズタワー。いろいろあるじゃん。どれが一番いい？え、ほんと、なんでも。ブリザボス。あ、ブリザボス。ブリちゃん。ブリトニー。古いポケモンのゲームだと課金しないと連れてこないんだ。そうなの？スイッチにらしいよ。ポケモンホーム。そのニョロトロが使えない理由ってなんなんすか？知ってる人はい教えてください。ああ使いました。相手琥珀。エンテっぽいのと、なんとか、ミミッキュ、ライテとエンコとライテ。これあれルンパッパ最初順番的に。いや、ペリッパー、ガマゲロゲ、ルンパッパ、ガマゲロゲ。鬼しずくも、しずく、あのハンターハンターにいた掃除機持ってるんですね。鬼しずく、しずく。うわー、ルンパッパじゃないの？違うんか。ハッサム、なんでハッサム。まだそうか、偏っちゃうから。マンタウィンの方がいいんじゃない？え、マンタイン？本当？え、でも電、まあいっか。あ、てんてんてん。いや、マンタイン行ってみよう。特防が上がるか変化技出すなきゃな、これですね。さあ、マンタウィン。これちょっと初勝利いきますよ、初勝利。エンコ、エンテイか。エンテイライコ。はい。しずく紫、いや、しずくの本名しずく紫っていう。え、なんで俺男ばっかなのよ。なんで俺女の子怖いの。可愛いの琥珀歌だ。え、これ、いや、これ AV 女優で、そういうの前田敦子に似てる AV 女優ね。琥珀歌、琥珀歌ちゃん、琥珀歌引退したでしょ。てっかぐや。え、なにこれ、かぐや姫。てっかぐや姫、てっかぐや姫。もうポケモンなのこれ本当に。さあ、ペイッパーいけ。ちょっとで、アメフラシ、アメフラシで、アメフラシで、で、冷凍ビーム？いやー、熱湯、いやー、トンボ返りしようか。だよね、だって相性悪いでしょ。トンボ返りで。はい。で、素早さこっちの方が早いでしょ、絶対こんなん。あ、ダイマックス、あ、やばい、これダイジェットやられるぞ。え、ちょっと、初手ダイマックス、多くない？これやられたらちょっと、やばくない？確かに。でかいでかい、いや、もうなんか、いや、もうポケモンじゃねえよ、こんなのも。
モンスター、兵器だよ。こっち先生です、さすがに。で、ただ変わった相手が死んじゃうから。ダメだ、当たったこれ。急所だよ。急所でこれ。で、どうする、どうする、どうする。これ変わったやつが死ぬってことでしょ。マンタウィン。マンタウィンなら耐えられる。ああ。マンタウィン。デーマックス。で、向こうはダイジェット使ってくるのね。ペンペンペン。あれ、ダイバーン。ダイバーンだ。だから、よしよしよし、炎だから。ラッキーラッキーラッキー。ラッキーでしょ。ラッキー。ラッキー。で、はい。何これ。あ、当たる。もう一回ペリッパー出せば。え、なんで雨降らしできるから。あ、出た瞬間雨降らしになる、うん、で、またダイバーン使ってくる。全然8しか食らってないじゃん。じゃああれまた。ポケモン、ポケモンで。トンボ返しじゃなくていいってことね。ペリッパー。いけ。おいしそう、いいのか。なるほどね。ここ炎、炎だったの。で、ダイマックスは相手に枯らした方が絶対いいから。はい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 。まあ、ペリッパー死んだとしてもね。フレ。たかしさんは結婚してないですよ。なんかみんな勝手に勘違いしてる。斎藤さんで、ね、結婚してる。たかしさんはどう第ロック。なにやばい。え、これなに第ロック持ちねえあ、しかもなんか砂でしょ。ペッパあーこれはまたえビーストブースト。何がわかんない。何ビーストブースト。特攻か。やばくない。満タイン、満タインでしょ。ガマゲルグはちょっと見せて。いや、マンタウィン。マンタウィン。マン、あいつ鋼飛行なのか。鉄火具、はい。どっち地面、こっちガマゲルグじゃない。ガマちゃん出す。だって敵、ダイバーンとダイロック。あと何、ダイジェット持ってるのかな。どういうこと。あだ、ガマちゃん。ガマちゃん出して大マックス大ウォールで、うん、満タインに引こう。え、どういうこと。あ、これで入れ替えで満タインってこと。大ロック絶対打ってこないから。なるほどね。で、満タインに入れ替えると。ああ、わー、ちょっと駆け引きっぽいよ。こうすれば大バーン打ってくるでしょ。大バーンも打ってこないと思う。大ジェットじゃん。入れ替えの入れ替えね。これはちょっと引っかかるでしょ。引っかかれ。まあ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 。死なないでしょ。おお、耐えたよ。竹なのに、そうか、こいつ竹、竹なのに草タイプねえんか。あ、次、ソウトのカードゲームチャンネルさん、対戦したい。次対戦しましょう。で、ソウトさん、ソウトのカードゲームチャンネルさん、覚えておいてください。ソルトさん。そうです。はい。で、ちょっと戦う。戦う。意味ない、冷凍ビームとか聞かない。ハイドロポンプ、いや、熱湯。熱湯じゃない？熱湯、やけどの。ダイマックスは使わなくていいですね。ああ。熱湯。なんかおいし、初手ピン、エアスラッシュ。当たらない。当たらない。よしよし。熱湯、ドッブシャー。やけどになんない。で、熱湯連発。もう一回、はい。はい。エアスラッシュ大丈夫。ひるむなよ。ひるむなよ。ひるむなよ。よし。はいはい。で、やけど。死ぬ。で、まあ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 、熱湯だろう。死んじゃう。うん。しょうがないしょうがない。しょうがない。焼けなかったな。焼けなかったな。見せ見せ見せ。うわ。また3対1だよ。やばいね。やばい。で、で、ダイマックス使う？使わない？使う。ガマゲロゲで。向こうも入れ替えてきそう。入れ替えてきそう。ガマゲロゲ。ガマゲロゲ。で、アクアブレイク、巨大マックス、あ、ダイマックスの。アクア？あ、ダイストリーム。はい。これは効果なんだな。あ、5ターン内で雨降らす。よし、行け。で、ダイマックスはひるまないから。なるほどね。エアスラッシュ大丈夫と。Dマックスね。ポケモン本部で連れてきたポケモンはバトルタワーでレギュレーションマークを使わないとランクまで使えないって。多分ニョロトノがそうじゃない。あ、バトルタワーで使わないと使えないってことみたいなことかな。さ
これ今昼間でしょ。え、めちゃくちゃ食らうじゃん。あ、2段階上昇してるからな。まあまあまあ、で、雨が降るでしょ。で、素早さが2倍になるから水水だからね。水水水水状態。水水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 水大大アース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 、右から特防を上げる。一発で倒せ。素早さが上がったらこっち勝てる。一発では倒せないだろうな。でも特防上がるから。スイスイ動けな。この牛ってのは地球投資はあなたたちの力がないんだな。クンナッパクンナッパくんナッパくん。あ、あ、あ、かわいい、かわいい、かわいい。あー、かわいい、かわいい子見てる。見てるよ。観客でかわいい子が見てるってことは 1.5 倍になる。あ、倒した。あ、引っ込められた、これ大ロック生まれた、大アース生まれた。はい、おーおーおー、しょしょしょ、はい、地面効くでしょ。あ、風船だ、おそらく風船持ってんだ。浮く、浮いちゃう。風船持ってる絶対に。ということは大アースが、大アースが風船持ってない。持ってない、ほんと。どっち当たる。あー、よし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 、勝った。逆に何だと思ったの。大、あ、水のやつだと思った。大、え、間違えたのかな。何撃つと思ったんだろう。分からん。他作品から来たポケモンをランクバトルに出すようにしてくるおじさんがいるって。その人話さなきゃダメ。バトル歌他作品だ。尿糖の他作品だから。あ、そうなんだ。で、これはもうダイアース、ダイアース、ダイアースね。大丈夫、浮いてないこいつ。大丈夫、大丈夫。ダイアースで何の特防が上がるから2段階、そう、4段階、2段階か。勝てー、硬くない？カプレヒレ硬えな。かわいいのに。ただ特防が今2段階上がってるよ。よしよしよし。でダイマックス溶けちゃう、はいはい、でもこっちの早い、うん、でも地震打つしかない。地震打つしかない、うん、ヒットでやばいな。ちょっと地震がないな。地震だけに地震がないな。あ、死なない。これ負けじゃない？え？これ耐えろ！あー、耐えた、耐えた。で、地震、地震。え、に、大丈夫、2回目、2回目、大丈夫。あ、勝った、勝った、勝った。いや、危ねえ、ムーフォース耐えた。危な、超ギリギリじゃん。で、弾ダメ入っても、え、大丈夫？え、死んでも大丈夫？あ、でも、でも、大丈夫。相打ちじゃないのこれ。大丈夫？え、ドローじゃない？あ、勝った、あ、嬉しかった、勝ったー、危ね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 ー。なんとか、はい、勝ちました。はい、あー、裏の裏、はい、3対1からな。あ、でもバトルタワーのおじさん技すべて変えられるんで、変えられちゃうから気をつけてください。あー、うん、過去作の技とかダメってことだ ね、 じゃあ、さっきのエッチなおじさんだっけ、なんだっけ、おじさん、そんな人いんの。ソルトのゲーム、アン、ゲーム&カードチャンネルさん、これどうやって編集する。ソルトさん、ソルトさん見てますか。はい、ソルトさん、今からバトル、シングルバトル6体、からの3体選ぶやつで高橋さんと対戦お願いします。あ、ハイジが帰ってきた。ハイジ、はい、ハイジ、あ、はじめまして、はじめまして。あ、ハイジーだ。はい、新鮮な卵。いや、ハイジーじゃないです。ハイジー、めっちゃいいはないです。ハイジーさん。あ、ハイジー、なんか高橋さんご飯買ってきてくれたから。あ、ありがとうございます。そこに、そこにあると思う。え、どのおじさん、それじゃない。あ、これじゃん、ほら。あ、ソースさん、コメントありがとうございます。ちょっと待ってください、今変なおじさんに話しかけてるんで。はい、ソースさん、少々お待ちください。ポケモンやってみます。何時からやられてんの。朝5時から。いや、早いな、僕気づくんでしょ。はい、10時からお願いね。10時から、はい、10時前にまた呼びます。これでいけるんだ。あ、知らなかった。知らなかったの。
ありがとうございます、デンジンさんとか。ありがとうございます、ありがとうございます。あー、知らなかった。これでいろいろできるってことね。サム？サム、ちょっとサム、サムンドだ、サムンドだ、はい、はい。ちょっと1分ぐらい待っててもらっていいですかね。あー、はい、ちょっとソウズさん待ってください。塩だけに塩焼きそばでも食べてください。なんだそれ。あ、リコーダー。ポケモンセンターの曲ですよ。あはい、ちょっと外れてますね。あ、お笑いの実力はハイジ君の方が上ってきてる。ハイジより。え、誰と？え、ハイジとハイジ。まあ、ハイジーさんだってユーチューバーだからもう。ハイジーさんに会ってねえな。確か会ってないの。俺も初期面なんでね。 YouTube 芸人初期面なんで。確かに一番早かったぐらいじゃない。あ、いや、俺と一緒なんですよ時期。橋山メイデン、ハイジー、森尾ハザードが初期ぐらいなんですよ。本当に。いや、本当。あとジュエリーしおりね。ああ、あと特化軍とかでしょ。特化軍今すごいんでしょ。どうです、27万人ですよ。すごい。滅びの歌じゃないですよ。さあ、今変なおじさんと話してます。ああ、そっか、以前のシーズン。ハイジがちゃんと始まり的に挨拶してるの初めて。新鮮だわ、ハイジだけ。新鮮の卵、新鮮ハイジ。ハイジの相方女の子ですよ。え、かわいい。かわいい。会いたい。でもこの家はもう二度と来ねえって言って。汚すぎて。汚すぎて。あ、314人、俺の誕生日と一緒。今視聴者数が3月14日です。あ、もうすぐ。高橋さん誕生日いつ？あ、1月。え、何日？30。あれ？なんかやんの？え、なんかやる人いんの？まあ緊急事態行動なってるけど、いや、なんかライブとかやってるじゃん、大体芸人って。誕生日に？いや、そうそうそう、やってるやってんの？いや、無限大とかやってますよ、誕生日なの。誕生日ライブ？うん、まあ、配信とか。そうなの。プレゼント何欲しいですか？全部。全部？じゃあ、で、琥珀歌のサインあります。さあ、ちょっと今、謎の水パーティーちょっと作ってます。すみません、ソウトさん、すみません、ちょっと待ってください。高志センター、35歳か。35になるね。35か、おっさんやな。あれ、1個下だっけ。俺1個下。ハイジが3個下か4個下。ハイジが30ぐらい。意外とハイジも言ってんだよ。で、誕生日アピール。そうだよ、物乞いだよ俺。ハシアンメイデンの特製物乞い。うわー、迷うねー。高橋さんと誕生日一緒って人がいました。え、日常茶飯事って人。まあ、いるだろ。1月30日ですか。1月30日、はい、嬉しいなー。ワンツーツーだね。え、ワンツー、あ、ワンスリー。何持つルンパッパ、ごめんなさいね。ルンパッパパーティーよ、ルンパッパーティーよ。あー、ありがとうございます。寒いな今日。あ、そう、 DB 芸人渋谷 R さんも3月17とかなんて試験だよ。あともう一人も近かった気がする。誰？つくろうくんかな。いい、すいません、僕49になりました。え、つくろうくん 49 ですよ。次、あとピッカイ高井さんも49。ピカタカ？いや、ピッカイ高井さんのことピカタカって呼ぶ人いないね。ピカタカくん、ピカタカくん、ポコチャで、ポコチャでブイブイ痩せるピカタカさんですよ。猫林さん、私は1日違いです。殺しますよ、殺しますよ。あ、じゃあ行きます。はいはい、じゃあまた作ってください。ソウトさん、お待たせしました。今からページでパスワード言うんで入力してください。
また橋山八山八蔵四股四股一緒ですね、はい。で、シングルですね。橋山四股四股あ、そう、ごめんなさい、そうとサムムなんですね、はい、はい。さあつくろう君のモノマネはみんなできます。ピッカイさん、ピッカイ高木さんと、つくろう君とキムタクは同い年ですね。お、すげえ。あ、見つかった。早っ。ソルトさん。ソルト、あ、絶対水ポケモン。水っぽい。これ誰？右の。エルージアじゃないですさあ。私が決めますね。決めますよ。決めますよ。バトルタワールールで、はい、バトルタワールールで3対3で、ね、いきますよ、いきますよ。ソルト、ダグドリオしたっけ。どういうことよ、ダグドリオ。奇跡です。人生って残酷。そうよね。キムタク、ピッカリ、スクロウ、バトルタワーっしょ。バトルタワーテーマね。さあ6対そうか。え、高橋さんはパーティー変えたの？あ、さっきの。あ、もしかしてルンパッパ、ルンパッパーティー、ルンパッパーティー。あー、向こうがなんだ、ラプラスがいるぞ。またうーん、あ、かぐや姫みたいなやつがまたいるぞ。かぐや、ゴリランダーっぽいのと、かぐや姫とエンテ、ラプラス、ラプラスの絵が分からん。うーん、塩じか試合にならねえ、頼むぜ。ソルトだけにな。うんパッパ、うんパッパだね。うんパッパ、どうしよう、勝てねえかもな。嘘、もうもう愛車でも向こう水でこっち草だからいけんじゃない。草でもないか、そっか、ハッサム。雷とかいたらやばかったけど大丈夫。満タン、タンタンタン。これはガチパじゃない、ガチパっぽい。そうなの、ソウトさんがガチパ、ガチパーティーっぽい。これガチパですよ。そうなの。あの一番上何？ピンクの。クレセリア。クレセ、あ、かわいい。クレセリア。だだだだだだだ。クレセ怖い。クレセリア来そうだな。なんか強そうだもん。純伝。え、あ、純伝説の。うん。あ、やべ、ランコパーティーさせてきた。いや、早いよ。早いよ。早っ。はい。あ、かわいい。女？こっち来い。あ、女だ、女。クレセリア。うわ、え、クレちゃんだ。まずいの。クレちゃんまずいの。たかし、クレちゃんまずいの。あ、対戦で使っていい伝説は全然ない。え、伝説使う、あ、スーパーノンさん、あ、チャンネル登録ありがとうございます。クレセリアは、相性は良くない。デンジャー。やべ、クレセリアの方が早い。なんかデンジャー聞きかけてない最近。あんま命中率良くないイメージなんだよ、デンジャー。トンボ返り。で、バン。あー、え、え、効果抜群なの。ゴツゴツメット。あ、もういい。なんかちょっといいぞ。皆さんこんばんは。私の配信は基本なんかヘビーメタルとゲームをやってます。今日はゲームです。基本ゲームです。うんぱっぱ、で、あ、プリッパ、プリッパで、雨降るし。あ、強いね、やっぱ雨降らし。え、これ一番危ねえよな。ポケモン配信はアバレル君しか見たことないね。今のところハゲ率 100% そうそう、アバレル君もそうか、やってんのか。アバレル君同期でしたっけ。いや、俺の先輩。俺より先輩、よくわかんないな。アバレル君、
アパレルブランド。あ、どうも、いらっしゃいませ。さあ、あ、下げた。いや、プラス硬いよ。暴風。暴風は雨だと必中なんで。あ、なるほどね。あ、これ三割混乱なんで。これめちゃくちゃいいじゃん。これもう勝ちなんじゃないこれ。いや、まだ。今日パソコンは買いに行ってません。あのゲーミング PC 売ってないんで買わせます。でもそっか、雨は向こうにも有利なのか。さあ、意外と調子いいね。え、下げる？あ、下げ、Dmax。え、混乱ってどうなの？混乱中は。混乱中は、でも、Dmax の時も、あれ、あるから。直っちゃう。自分、自称のパターンもある。あ、あんの？ Dmax 混乱。さあ、どっちだ？また暴風。え、この入った。あ、おっしゃー、あ、おっしゃおっしゃ、これはでかい。ダイマックスで混乱はマジででかい。でかな。何パーぐらい、何分ぐらい。4分の1ぐらいじゃないの今。5分の1ぐらい。そんななんだ。昔結構やっぱ混乱あったよな、うん、ゲーミングチェアも買いたい。ただこの狭い部屋じゃゲーミングチェア。高橋さんゲーミングチェア持ってるでしょ、リビングにある。あ、ある。あれだって4、5万すんでしょ。暴風。暴風の一本押しでいけるか。さあ、こんな。あ、巨大戦に突たれた。これはやばいやつよね。氷でしょ。一撃。一撃。あ、気合いの。助けを。助け。助けくん。3分の1らしいです。3分の1っぽい。3分の1なんだ。ぽい。言うこと聞く混乱族。さあ、どうすんの。暴風倒せないけど混乱まだしてる。混乱してる。第3弾。いや、かっけえなこれ。ライデインで、ただ向こうも台終わっちゃうから、初見、あ、初見女子高生来た。あー、JK アルタス、パニパニパーティー。パニパニパーティー。え、こんな巨大戦率第3弾。第3弾、ね、うん。そして、来た。チャンスだ。ね、パッパ。パッパくんです。いえ、パッパくんです。セントくんって。パッパくんです。オーロアベールは攻撃特殊化半減。あ、そうなの、ね、さあ、え、沈下するようなダメージ。ただ、え、ひれませんってところ今。猫魂か。猫魂。あったな、猫魂。さあ、だから素早さどうなん？ラプラス、エクちゃんって、やばい。これ素早さ負けたら負けるよ。このエナジーボーイね。危ない。エナボ。よし。で、向こうが残り1体。いや、クレセリア。あ、さあ、クレセリアとそうか。JK がどんどん増えてくる。嬉しい。そしてエースバーン。あ、出た、さっきの変な、もうなんかハンバーガーのマスコットキャラクターにそのやつ。さあ、え、スパイスは絶対飛び跳ねると思うんだよな。飛び跳ねれば回避率上げるってこと、うん、さあ、でもザーボンしないと。ダイマックスしないとさ。そうやね、もう死んじゃうね。麻痺ってるじゃん、あいつ。で、いや、でけえな。サボテンっぽい。さあ、どうする？向こうは。上で！何出す？効果抜群！え？嘘？イエーイ！ちょっと！え？ダストシュート持ちだ！何それ？え、4倍？何倍？ダイマックスが弾だ。やべえ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 べ、負けた。え、嘘、今だって圧倒的有利だったでしょ今。ええ、しかもまひってるよ。スライス絶対負けるでしょ。リベロクソ強。火炎ボール、え、火炎、
リベロって何？負けた。リベロって何？負けた。負けた。負けた。え、何？ああ。リベロって何？高校何？いや、リベロって、うん、あのタイプ一致の技が全部その技使ったその技になる、そのタイプになるの。はいはいはい。うわ。はあ。え、圧倒的勝ってたのに。ありがとうございました。ありがとうございました。強。視聴者強。え、あの毒なんたらは何だったの？いやー、そこでハッサム引きだな。4倍ダメと。ありがとうございました。あ、そうさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、毒、そっか、飛行、毒虫。いやー、やっぱ最近、でもダストシュートって命中率低いからさ。あ、そうなの？あんま使わないんだ。そっか、何使っても 1.5 倍の強っ、リベロ。リベロの武田。漫画だったね。いやー、いい試合だった。いい試合でしたよ。さあ、どうする？え、RKP 大丈夫なの？うん。ああ。とりあえず。結構長いことやってたね。いやでも昨日とは今1時間半ダストシュートがな。ダストシュートが外れたら勝ってた？うん。まあでも電磁波がやっぱ響いてんな、やっぱ。電磁波がそうです。他にいませんか？他いなかったら、もう俺のダンスタイムになるけど。40分ダンスするタイムなんですけど。何ですかね。あ、ダストシュートかけましたって。何本が80ぐらいなのか。ダストシュートって命中率何 ?80? どんぐらいなんだろう、おかん。ダストシュート。さあ、もし、視聴者の方で、会いたい人いたら、どうぞ。80%。ああ、まあまあ、危ないね。そっか。あそこでちょっとハッサム引きだよな。ドゥ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 はあ、いい試合でした。いや、俺対戦したんですけど、俺のパーティー、あ、でも一勝いっぱいですよ、今日は。はい。ポケモン以外、いや、ただしポケモン以外何ゲームやん？マージャンか。パズドラ。パズドラまだやってんすか？パズドラやってる。やってんのかよ。パズドラ。え、他の、なんか、オーソドックスなぷよぷよとか。いや、やったことあるけど、ぐらい。テトリスとかもそこはやったことないのか。特化してんの？とっかちゃん。パズドラランク659だよ。それすごいの。割とちゃんとやってるよ俺。パズドラランク659。まさか昨日もストーンエンジで 80% と言ってね。コントローラーあります、コントローラー、はい。でコントローラー、はい、見つけました。コントローラーありました、はい。もう一戦ない？ あ、電話しだした。今のうちにやっちゃおう。今のうちに対戦、ちょっと。どこ？さあ、よかったら視聴者さんいたら対戦。あ、なんだこいつは。なんだこいつは。あ、空手をこんな感じだったね。いたね、あの、その対戦。ミニスカートとか。虫取り少年みたいな、空手王って言ったけど、でかいなこいつ。身長、待って、これ主人公の身長が150って考えたら180-190あるよな、これ。でかいな。さあ、ダイマックスぶって、だって対戦。あ、さあ、ラスト1回やっておきましょうか。これね、ランクバトルね、ランクバトルでちょっとやってみましょうか。シングル。タート。ドゥンデンドゥンデンドゥン。主人公、これ小学生とか、小学生か中学生って設定だよね、確か。さあ、ちょっと待って、俺ちょっと使ってみたかったんだな。
勝手にやって、勝手に俺の何もヒントもらわないでやってみよう。何のアドバイスもらわずにちょっとやってみよう。これかな、これでやってみます。ポケモン世界12歳。さあごめんなさい、対戦ちょっとフリーで、フリー対戦いきますよ。いきますよ。ちょっとたかしさんのアドバイスなしでいけるかちょっと。ああ。いいですか。パーティー勝手に決めたんで。ああ。なんかあのエッチなゲームやってていいんで。え、いいの？うん。俺はね。知ってるのいる？この中で。ああ、ストライクで、ストライクは進化の奇跡持ってんのあれでしょ？あの進化前のポケモン強くなってるでしょ？だいぶ強くなる。防御と特防が 1.5 倍になるっていう。オッケー。まあまあストライクは確定。ストライク確定で。まあドサイドもいいんですけどね、やっぱヤドキングかな、うん、黒いヘドを持ってるからね、まあ、ヒヒダン、古代のスカウ、ヒヒダン、まあ、ヤドキングと確定よし、てっ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 てクラしますよ。あ、かわいい、リンちゃん、あー、リンちゃんどの、え、あ、ラブライブのだって、ラブライブリンクルスリンちゃん、クルスリン、26時のマスカレードのクルスリンちゃん、誰よ、何の誰、アイドル、あ、え、ランドロス、なんだこいつ、雑魚、雑魚だな、いや、やばいよ、いや、い、岩技やられたらもうおしまいだから、で、素早さはおそらくこっちが早いんだけどめっちゃアドバイスしてくれる、ありがとうランドロスでもスカーフ持ちもいるからな、まあ、これトンボ返りした方がいいんじゃない、なるほどね、スカーフ持ってたらもうおしまい、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 今日スカーフはね、先制攻撃してくれるでしょ、危ねえ、おしまい、今日ごめんなさい、え、肩、いや、その今一つだから、飛行タイプ入ってるから、で、岩技やるからドサイドに変えた方がいいんじゃない、あ、めちゃくちゃアドバイスしてる、やっぱ俺じゃ無理だ、相性わかんねえから無理だな、これドサイドにね、俺炎パンチで霊パン持たせちゃうんだよ、これ関係ないよ、もう、あ、当たってなかった、嬉しい、もうダイマ切ってもいいぐらい、あ、ダイン、ダイの、ダイ、ダイロック、ダイマックスの、ダイバーン、ダイロック、下の、下の岩石砲弾威力150になるから、うわ強い、でもいいアドバイスせずにはいない、いくぜ、カメハメハ、うわもうあなた5時だ、ドサイドン、あ、クルスリンちゃん知ってる、バロリさんって誰、バロリさんって知ってる、あ、ライバロリさん、誰、あのポケモン配信の有名な人、そう、バロリさんがすごい好きなの、さあ行け行け、ダイロック、ダイロックどんなもん入んの、え、効果は普通でしょ、そんな入んないんだね、まあでもこれで、これでなんかお盆の実とか持ってんじゃない、お盆コボン12期お盆コボン同期だったほらお盆コボンだ、やばいなこれね、2体目倒せない、え、めちゃくちゃ回復するんじゃん、これダイロックで倒せるか、倒せない、いやでも下のダイロック誰だ、150、え、ちょっと、うん、燃えちゃった、え、突っ込めたよ、なんでバカじゃん、レヒル、え、なんで、だから次威嚇入れたいんじゃない、なるほどね、もう一回ってことね、そしたらこっちはダイロック、ダイメタル、ダイロック、これ半分以上入んじゃないの、死んでるよかな、うん、でもう一回ダイロックじゃん、あ、うん、すなわちでバーイ、あ、で、食べ残しプラマイゼロね、むしろ、まあ、で、やばばばもう一回ダイロック、絶対に、あ、か、なんかしてく、絶対に変えてくんだけど、ランドロスに、なるほどね、ダイロック、あ、そっか、ちょっと待って、え、パーティーやった誰がいるんだっけ、ヤドキング、変えられねえか、無理よね、うん、あ、そうか、威嚇入れられて一発で倒せないってことね、うん、まあでも急所与えばレヒレ、うん、削ってるから、そうか、あと向こうダイバーン残してんのか、ダイマックスね、あ、ダイマオーバー、ダイオーバー、あー、そう、威嚇ね、急所与えば、急所与えば、やっぱ炎のパンチより冷凍パンチの採用の方がいいのかな、今ドサイドサイド環境で、うん、そっか、炎多いもん、まあ、これで半分ぐらいでしょ、いや微妙に残ったな、でで
で、これはもうね、ロックブラストで落ちねえけどな、5回当たるの祈る？あ、なるね、乱数ね、うん、え、炎は意味ないでしょ。まあこれがさ、冷凍パンチだったら倒せたけどね、うん、あ、まあ、ロックブラストを打つ、あ、これそうか、岩石は動けなかったね、うん、じゃあ岩石、うん、岩石で落ちるの祈るってのもダメ、倒せないか。とりあえずランドロスさえ倒せる。でも岩石、あ、いや、ロックブラストでいいんじゃない？これで地割れ、オーケーオーケーオーケー、なんで地割れやってんの？あ、これ今砂足あるから上がってるってこと？いや関係ない。2回だけ、2回だけ、もう一回、もう一回でしょ、うん、もう一回ロックブラスト、4回当たりを倒せる。当たるなよ、当たるなよ、いいか、当たるなよ、当たるなよ。ああねえ、 30% じゃないの？ねえねえねえ、 30% じゃないの？でもでも大丈夫大丈夫大丈夫、次はヤドキングか、あ、いや、ストライク、ストライクで、うん、トンボ返り、いや、ダブルウィングで絶対倒せるから、え、で、スパイス早いしね、レヒレに交換しても倒せるから。なるほど、レヒレ、でもステルスロック入ってるから HP 半分削れるよ。ただ向こうはじゃない、大丈夫、あの、その台使ってくるから。いや、でもダブルウィングで倒せるから、変わり、いや、ダブルウィング、ダブルウィング、地場でくじ当選したよ、クソ。 30% でしょ、なんで地場でにあいつ耐えかけたのかな、相性か、だから、あい、いないんじゃない、あ、後ろに。なるほどね、そう、攻撃に、うん、よしよし、さあ、向こうはダイマックスまだ残ってるから。で、レヒレ、レヒレ、レヒレ、これでもダブルウィングって倒せないよな、これちょっとトンボ返りでいいんじゃない？リアドキング、うん、ダイマックス使ってこない、大丈夫、これトンボ返りした方がいいかもな。ダブルウィング倒せないよな、これ倒せんの？2回ペンペンでしょ。え、ちょっとダブルウィング、ちょっと、え、でも威力で40でしょ。いや、でもこれダイマックスされるから、そうだね、トンボ返り、え、しないんだ。ダブルウィング倒せたんじゃない？でも向こう何してるかよね。いや、ダイマックス切られたら、あうーん、ヤドキング、何聞くか分かんない、ドレインキス回復、でも全然入んないから、じゃあね、今一つで、ヘドロ爆弾、食べ残しね、食べ残しどんだけあんの、黒ヘドロだから、あのね、黒ヘドロ、さあ、ヘドバグだ、効果抜群、うん、でもダイマックスとかなんか変えてきそうだ、うん、いや、ごめんなさい、やばいよ、え、何した、これ何、メイソウ、一人で回復、うん、ドラクエみたい、特攻、特防、倒さなきゃまずいんじゃない、これ、イエス、イエスイエスイエス、ただ次が、次誰いんだ、次誰いんだ、ノット、あ、これノット、そう、ヤドキングノットられてんのか、会にシェルダーに、そう、次誰だ、うわ、え、誰、ウツロイド、これダイマックス、ちょっと待って、ダイマックス使ってくるでしょ、ちょ戦うで、これ一回怠けるをしてみ、あのね、特防怠ける、絶対攻撃されるから怠ける、怠ける、メイソーやって、うーん、怠ける、怠けよう、怠けましょう、え、ヤドキングの声浜田さんだった、え、ヤドキングの、あー、映画のやつかなんかじゃない、困ったな、そうだった、知らない、見てない、ヤドキングの結果発表、え、結果発表、あ、うちどいどが何してくんのこれ、うわ、気持ち悪い、第ロック。第ロックでしょ。一発しないでしょ。あ、痛い。で、で、休む。で、怠ける。で、怠けるから、ダイマックスを取れ、とにかく枯らさないといけないから。ね、はいはい。おーい。で、勝ったんじゃん。黒ヘドロ。で、回復でしょ。でも砂嵐があるから。うん。あ、ルギアの映画のやつで、もう一回怠ける、怠ける、ルギアの映画で浜田さんがヤドキングだった、そうなんだ、うわーべー、特攻あげられる、何これ、今一つなんだけど、なので次の
あれで死ぬ可能性がある。防御ってないです、防御。防御ないの。これ逆に、ちょっと待って、瞑想積んだ方がいいかもな。ただ素早さ、瞑想は先制確定？じゃあ死んじゃうやん。これ瞑想積んだ方がいいかも。なんか今瞑想だった方が良かったですね。うん、今瞑想、うん、間に合うでしょ。さすがにダイロク打ってこないと思うな。怠けると思うから、うん、瞑想。あ、カデシさんが相談の時代始めるけど、まだ対戦パーティー触った、まあ、触ったやりました。これ死ぬでしょ、これ特攻上がってるから。で、瞑想で、あ、まだ死んでないか。こっちも上げて、で、上げて、あ、でも、ダイマックス得意です、これ。こうやって勝ちじゃん。で、おそらくメテオビームやってくんのよ。何メテオビーム、かっけえな。メテオビームやってくるから、とりあえず怠けて、もう一回、うん、メテオビーム一発で落ちないでしょ。うん、かっこいいな。でも分かんないよ、パワフルハーブだろ。これ一発耐えて、ごめんなさい、ヘッコクビーム。特務上げたのに。ビーストブースト、え、翼上がっちゃった。負けました。え、だスターイカでも、いや、ステルスロックのダメージと砂嵐がここで収まんないでしょ。一発耐えれば砂嵐。あ、なんでブラブウィングしかないじゃん。瓦割りやるしかない。え、あ、瓦割り、やられました。勝てねえ、ポケモンむずっ。何やこいつ、ウツロイドってなんかすげえ弱そうなのに。何メテオビームってあれ。リン、まあ、リンちゃんだからしょうがないか。いや、あそこのダイアシットの時に怠ける先に、ね、じゃなく瞑想だったかもしれない、ね、あ、2回瞑想みたいなやつの時は。はい、時間的に結構ギリギリかな。確かにいっぱいやったね、はい、いっぱいやったし、はい、ってな感じで今日はこんな感じで。え、卒やる？やんないか。疲れた。疲れ2日連続よく来ましたね。ちゃんと HP 奇数にしてきましたんでね。 HP 奇数って何？なんで偶数だったのか。あんのあれ、虫飛行タイプはステルスロックに巻かれると、ステルスロックって岩のあれで、うん、場に出てきた時点でダメージ減るの、うん、でも岩技が4倍ダメージで、ステルスロックって岩の技だから場に出た時点で HP が半分削れるのね、うん、でも HP を奇数調整しておくと半分削れると、うん、じゃあ例えば HP100 だとするやん、うん、だから50減るの絶対に。で次出たら50減るから0になるよ、うん、でも101にすると50減って51残って、次出ても50減るから1残るっていう、その、そういうちゃんと調整してんの俺ストライクを。あ、それ気づいてる人がわかんねえよ、それわかんねえよ、すげえな。さいさいというわけで、はい、今日はこんな感じで、このあと、10時から、ハイジとこちらの、伝説のクソゲーシャドウゲート後編ですね。前回やった前編と後編の後編でやります。高橋さん、また、はい、不定期に明日来そうな。大丈夫さすがに3日連続はね、さすがにね。パソコン買えばうちでもできるわけでしょ。そうよ、玉砕が来てうちでできるし、なんだ俺がリモートでなんか画面出してとかできるんだよ。あ、そういうのもできるのか。あ、でビデオついてるんで、俺のビデオをちょっと。でも一緒にいたいから。なんでだよやりましょう、はい、ハイジともやってください。あ、いや、なんで、そういうハイジ、まあ、ハイジ小道具作れるから、なんかトレンディエンジェルコントで使う小道具とか、 あのつくろくんより安く作れるんで。あ、マジつくろくん高いの。高いはい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。また対戦。はい、ソウルトさん、デンジさん、他の人ありがとうございます。ダブルバトルとかもね、もし。ダブバトル、俺がやり始めたらできるの。俺のポケモン、高橋さんのポケモン。ああ、でもできるの。できるの。うん。使う、はい、ツボ使いたいんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、あやつ、また上限さん。また明日ってもう。また明日。いや、また高橋さんの誕生日開けといてください。1月30。あ、ぜひ。でメイドカフェ行くでしょ、絶対。
絶対。まあまあ、まあまあ、でも夜なら夜なら8時間しかやってないから今、はい、あ、そうか、はい、あれだしゃー、うん、待ってください、まだ音だけ通って